皆さんこんにちは。山梨県のバラ苗専門店小松ガーデンの後藤みどりです。毎朝寒いですよね。なかなかエンジンがかからなくて、土替えどうしようかななんてだんだん先送りしてしまっているのは私だけでしょうか。でもやり始めたら早いですよ。そんな形で皆さんのお宅でも芽がこう少しずつ動いてきているんではないですか。暖かい関東ではもうどんどん動き出すと早くなってきますよね。こんな時期なんですけど、病気のこと忘れてないでしょうかね。春からね、黒点病になっちゃうなんていうお話、よく4月5月にロザベールに来てお客様から、こんなになっちゃったのどうしようなんていう、結構聞きます。そんなことを今日はちょっと早めにやると絶対いいよっていうお話したいと思います。この時期に消毒なんていう感じでちょっとやったことないわっていう方の方が多いかもしれないんですけど、今の時期が一番消毒にとっては大事な時期だと思っています。特に黒点病とかですね、秋から黒点病が残ってしまう枝がどこかにあるかもしれなくて、そんなのをきちんと今の冬の間に消毒しておくことで、ある程度の予防ができます。タイミングとしては芽の出方が少し出てきたかなっていう、このタイミングでやっていただくのがすごくいいので、それをうまくやってください。まあ、芽のとこで越冬してしまうので、また枝の間にこう残っていたり、病気って目に見えないので、実際には葉っぱがなくなって剪定してしまうと割と安心してしまう方いらっしゃるんですが、そのタイミングで消毒の方もきちんとしていただくと、春からの病気に困ることが少なくなるので、ぜひやってみてください。バラでは見出しの時にしっかり消毒しておくと、通常ならばお花の時期に黒点病になることはほぼないですね。で、おすすめの薬なんですが、オーソサイドです。治療効果はないんですが、予防で使用するのはとってもおすすめで、このお薬ずいぶん前から使われていて、1956年から66年か使われてきているんですけど、これに関しては農家さんも結構バラ以外のね、使っていらっしゃって、山梨は果樹大国なので、冬の剪定した後の芽出しの消毒ってすごく皆さん気を使ってやってらっしゃるんですね。で、長い間これは使用されても耐性が割とつきづらい、菌に対してしっかり予防できるタイプなので、皆さんも安心して使っていただけるお薬です。家庭芸用でホームセンターなんか行きますと、これの大きい袋を売ってますので、たくさんある方はそんなのも購入して使っていただくといいんじゃないかなと思います。一年中ね、使えるお薬なので持っていても安心だと思うので、ぜひこれを冬の間にしっかりやっておいてください。やる回数はたくさんの量があったらかけむらがあるかもしれないので、1回から2回ちょっと念のためにやっていただくのもいいかなと思います。オーサイドやるときに、まあ、虫の予防としてこういう殺虫剤も一緒に加えていただいても大丈夫です。このくらいの時期になってきますと、やはり虫の方もつきやすくなってきて、春最初につく虫がアブラムシが多いんですね。で、冬の間にどこかに残ってたりする場合もあって、だんだんすごく増えて春になるまでにびっしりなんていうのもよく見かけます。なのでオルトランとか入れておいていただくと、この時点である程度の予防になってきますし、今冬にいる虫もやっつけられるので、ちょっとその辺も加えてやるといいかもしれませんね。なかなかね、見つけようとしても1匹2匹じゃ見つけづらい虫なので、じっくりとやっていただくといいと思います。で、その後はすごく黒点病がひどかったり、とても病気に弱いっていう品種に関してはサプロール乳剤っていうのもやってください。そうすると、まあ、まだなってこう症状が見えませんが、どこかに菌がいるのを抑えてくれます。その後はね、春からローテーションでいろんなお薬を使うんですが、オーソサイドやサプロールもローテーションに混ぜていただいてやっていただくと、とってもいい効果があるので、ぜひ、寒いですが頑張って消毒しましょう。
消毒、黒点病の春までにしておくととってもいい消毒のことをお話ししました。オースサイド覚えておいてくださいね。小松ガーデンはこのように今すべきバラにとっての大切な作業を YouTube を通してお話ししています。チャンネル登録よろしくお願いします。あとですね、チャンネル登録の隣にベルマークありますよね。あれオンにしていただくと、私たちが作った動画を配信した時に自動的にあなたに通知が行くようになります。なので見逃さないようにぜひベルマークの方もオンにしてみてください。それでは皆さん、寒さに負けず風邪をひかず気をつけて頑張ってバラのお手入れしてくださいね。ではごきげんよう。